グリーンクラブジャッジメント318番北海道出身沼田誠二です。こんにちは。23年間全日本選手権を走ってきて、まあ昔とはすごい変わって、僕が始めた頃は予選が10組あって30台フルグリッドの中で、まあトップ3しか予選が通らないっていう厳しい中で国際A級になって、まあその中からだんだん台数が減ってきて、まあ今予選3組2組になったりとか、まあ厳しくないっちゃ厳しくないけど、昔よりはプロになりやすい世界だと思うんですよ。まあその中で今頑張ってる若い子たちには頑張ってほしいなって思う気持ちと、まあモトクロスを通じて、モトクロスは団体競技じゃないんで個人競技なんで、まあその中で、まあ僕のやり方はチームジャッジメントっていうものがあって、その中で団体競技っていうものを取り入れて、まあ社会に行って少しでも挨拶とかね、先輩に先に動くとかね、例えば先輩に教えてられてることが矛盾がたくさんあるかもしれないけど、いやまあ社会に出たら矛盾っていうことがたくさんあって、まあ僕もアイスホッケーをずっとやってて、まあ先輩にボコボコにされ血だらけになって、まあそういう矛盾を繰り返してきたんだけど、まあでもそれはすごいためになって、まあそれがいいことじゃないけど、まあそれもモトクロスを通じて伝えたいんで、まあチームに入って速くなって、まあそれでご飯が食べれるライダーがこれからもたくさん出てきてくれればいいと思うんで、夢を諦めないで、皆さん若い子たちはモトクロスを一生懸命やって、人より多くトレーニングをして、人よりバイクにたくさん乗ってやれば必ず夢は叶うと思うんで、夢を実現できるように頑張ってほしいと思います。まあ A 級になって20年間かやったんですけど、まあ表彰台に上がれず、まあベストリザルトが5位で、ランキング10位は取れたんですけど、まあ、まあレベルも落ちて、レベルっていうか後ろの方のレベルも落ちてますし、まあでもトップ10、全日本でトップ10に入れたことは自分の中でまあ思い出にはなるかなと思ってて、まああと年齢も年齢なんで、やっぱりね、週遅れになるのはやっぱすごいきついんで、その中でモトクロスはもう全日本選手権はもう卒業しようかなと思ってて、まあただ250でスポットでもし出たいなと思った時、レースが大好きなんで出ようと思ってるんで、あとエンデューロ、カズトに負けないようにエンデューロも少し参戦して、これからもモトクロス、エンデューロ、オフロードの楽しみをみんなに伝えていきたいと思ってるんで、これからも318番沼田誠二を応援よろしくお願いします。はい、そして皆さんできましたら表彰を。